ボンジョルノー、あちゃんです。今日はね、11月の16日水曜日、ちょっとね、用事でね、出ることになったんだね。昼からやもろと朝からやってね、ちょっと早めに起きて、早そうれとって出かけます。ちょっと時間をね、間違えとってそれじゃあ血圧上がります。眠ったよ。のね、だから時間を読まちゃって、夜更かししてもうたよ。で、寝る前に時間チェックしたら朝からやって、うわやべえ、歯も痛いしね。あれ、エラーだ。なんで今や抜けてんのかな。もう一回測ります。うん、何だろう。待ってね、どうしよう。なんか測りながらもそれのか、もう動か、動いてあかんのかな。今日はどうしてこんなにエラーが出るんだい。エラー出るからね、動いたかんねやろな。なんでこんなエラーばっかり出んねやろ。まあ、ええわ。血圧計おかしい。手首で測れちゃう、測れたな。それなんです。めっちゃ高かったりしてな、朝が動きまくって。あれ、131の78な。いや、あっさり出たよ。何回測った多いって感じだね。 E21 エラーっていうのが出んねんけどね。 E21 エラーって何やろうね。よう出んねんけどね、このエラーが。131
21。うわ、閉じる、よいしょ。今日は寝転んでね、もも伸ばしの美脚目指すストレッチはね、まだまだ後でしましょうね。今日そんな余裕ないかな。バックだと出さなあかんからね。はい、まあ、帰ってきたでしょうか。はい、あーということでね、まあ、すいません。ちょっと今日4時で出かけてね、午前中、昼からやと思ってたから出かけて、それから岡山も一緒に回ってこうか思ってんけど、今日午前中やったから、で午前中多分、昼ぐらいには終わると思うからね。でさっと買い物して、もう近場でね、でさっと帰ってこうかなと思ってんだけどね。なんか見間違えとったんかなんか知らんけども、時間全然違うて、まあそれと違う別件で用事もできてね、ちょっと入れ違いになってね、まあどっちでもいいんだけどね。その話はまた今度しな、まあどっちにしてもね、山くだらなかったんで、買い物して、で今日水曜日でしょ、もう明日お買い物行こうか思ったけど、もう今日パーパーとお買い物してきて、でもう鮮魚市やめようかな、違うとこで魚買おうかな、まだ悩んでんだけどね、魚食べたいなと思って、まあ、鮮魚市ちゃう、トロ箱市明日やねんけども、ほんまトロ箱で買っていろいろ食べてたんだけども、ちょっと今週ねやりたいこともあるから降りない、もうだから週末までどこも出かけないってパターンにしようかな。で木曜日ね、行って坊主が結構多いから悲しいね。でまあそれで今週で来週月曜ぐらいにお買い物行こうかな、21かな、しようかな、21か2かぐらい、多分1、2は空いてたと思うから、だからそうしようかな。でそれまでの分を買い物して、あと何食あんね、3食分ぐらい買うときゃいいんかな。だからなんとかなります。はい、で3食分か買おう。はい、で来週よいしょ、来週もそして、まあまあまあなんとかなるでしょう。はい、こんな感じでね、今週はお買い物して、今週は今日買い物して、今週はちょっとね引きこもろうか、引きこもるって言い方おかしいけどね、やりたいこと、ちょっと家でやらないことあるしね、ちょっと部屋も片付けたいのがあってね、まあいろいろ考えてることがあって、あとそれと YouTube の方ちょっとね、動画の方をね、いろいろ書いていこう、まあ、あんまり言ったらあかんねそうしていこうと思うんで、今週はね今日買い物していきます。ではまたね、もう寝眠って、あとは待ってんわ今日も一日よろしくね。今日のあっちゃんのソウレタイム、血圧計がちょっと調子悪いねということでね、みんなからね血圧計に対して応援コメントよろしくね、待ってます。応援コメント、ちゃうわ、もうわからない、高評価、応援コメント、チャンネル登録してくれたら血圧計も元気になると思うので、ぜひぜひ血圧計のためにもよろしく。ではまたね、バイバイ。